最強にダウンレーンがやばかったリュカと当たりましたので実況していこうと思います。ちょっとね、僕は今回ビオですね。最近ね、ガノンよりもビオの方がね、ガチビアの勝率がいいということでビオで挑みました。ということで、また間合い管理が上手いですねこの人で。今のはユナ横 B 持続はダメだったな。ここで空母を当てていって、パーセントはいいんですけど、僕の方がやっぱりね、バースト力が高いですからね。これです、これこれです、これ。さて、2回目当たる。よく当てりますよね、こんなに。2回目、3回目は、3回目はミスっていくの。とはいえ2回も決める僕なんて1回もできないですからね。でこの方あんまり横火を多用しないっていうかね、なんか蛇もあんまり多用しないんですけど、すごくやりづらかったです。本当に間合い管理がうまいというかね。で対してビオは、僕の上はもう即死コンを狙っているだけなんですけど、まあもうテンパっちゃって判断ミスが多いって感じかな。ということで、いやー、このガノンミラーとは違う、本当にね、間合い管理が重要となってくる、すごい熱い試合となっておりますが、今ね、この時はね、結構ね、いい感じで、お、前投げ、アバーストしない。結構ね、最近ビオを使ってね、勝てる試合が多いんですけど、おっとバースト、強いですね。勝てる試合が多いんですけど、この方、もう本当に上手くて、ここでラッキー。今のは暴発です、本当に。いやー、今のはラッキーだったな。暴発でイスと取っていくが、ダメージレースは勝っていますが、この方のね、この方のリュカとの試合は、まあ、1試合だけになるんですけど、この試合の次にね、この方ルフレも使っていらっしゃって、あ、惜しい。ルフレも使っていらっしゃって、で、ルフレの動画もまだ後日あげようかなと思いますので、よかったらご視聴ください。ルフレもね、すごくうまかったです。と、ここで判断ミス。まだ横 B だったな。うまいなということで、踏みつけて、あはは !40% からバースト。ああいうお手軽なね、バーストができるのもテクニックあってこそですね。ということで今回はご視聴ありがとうございました。また後日ルフレの動画あげますのでよろしくお願いします。では。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。質問や検証してほしいことありましたらコメント欄によろしくお願いします。では、また次の動画で。